ミスター・パーカー・ジュニア。パーカー・ジュニアしてさあ、やってまいりました。ババ抜き対決、両者スターティンググリッドにつきます。レッドテント今スタート。両者ゆっくりとしたスタートで、おっと、ケンゴ選手がここはジョーカーを持っているという駆け引きが始まっていますが、全然わからない。揃わないはずがない。絶対問題があるんだよな。手札が今回均等に分かれていないためによるね、こちらちょっと問題が発生しているようですね。しかしどんどんとレースは進んでいきます。さあ、ここは躊躇なく、おっと、ここで揃ってしまった。ボンジョルの手札は1枚。ここはボンジョルの剣士が勝利という形で終わりました。やば、当たり前の結果すぎてびっくりした。いいじゃん、いいよ。ババ抜き対決に続きまして、今回の競技はスピードとなっております。さあ、両者準備しておりまして、さあ、これからね、レース始まっていこうとしております。後方グリーンフラッグ、さあ、レッドテント、今おっと、なかなかめくることができない。スタート。さあ、ボンジョルのいきなりルールを間違えている。皆さんね、これスピードという競技私全く知らなくてですね、間違えてしまいましたね。さあ、そしてまた間違える。おっと、ボンジョルのルールを全く分かっていない。お、やっと理解し始めましたね。その間にケンゴは結構スムーズに、枚数をね、どんどんと減らしていっているように。おお、ボンジョルのちょっと間に合わなかった。さあ、ボンジョルのも適応能力を見せてどんどんとトランプを減らしていきます。しかし、おっと、ケンゴが圧倒している、ケンゴが圧倒している。ボンジョルの動けない、ボンジョルの動けませんというか、出せる手札がない。おっと、2人とも固まったぞ。手札がね、なかなか出せないということで、あ、しまった。さらにケンゴが追い打ちをかけるが、ボンジョルノは動けない。ボンジョルノ動けずです。っていうか、もうこれやばいよね、この光景。本当にどうなってるんですか、皆さん。お、いいよ、いいよ。ボンジョルノは反撃、反撃だけど、全然多分ボンジョルノこれは劣勢じゃないですか、多分。てか、ちょっと ここでね、もう一回ちょっと、一回 BGM 消してみましょう。いや、シュールすぎ。何やってんの、本当に。兄貴んちの今よ、今というかさ、飯食うとこよ。つなぎ姿で何しとんねんちゅう話ですわ。
アホにもほどがありますね。どーっとここでケンゴが手札がなくなり、ケンゴ優勝です。はい、ババ抜き対決お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。いやー、死闘でしたね。もう素晴らしいスピードで、まあカードを切り、そういったところからですね、始まったババ抜き対決ですけれども、あ、どうでした今回2人の対決ということでしたけれども。まあそうですね、今回あのじゃんけんをした後に、私がシャッフルをするという、そこからもう戦いが始まっていたわけなんですけれども、まあガサツにこう混ぜているように見せかけ、しっかりと仕組んだあのシャッフル、そこが勝因だと思います。いや、素晴らしいシャッフル決めていただきましたね。その後の展開についてはいかがだったですか？そうですね、こちらの思い通りといった展開で、まあ最後のあのババの、そうですね、引き合いだけは避けたかったので、もう本当に思い通りレース進めることができました。ああ、運も味方してくれたというようなことでしょうかね。そうですね、本当にチームに感謝したいと思います。はい、それではババ抜き対決第1戦目お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それでは記者会見場ですね。スピードを制した長尾健吾選手にお越しいただきました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、そうですね、もう序盤から素早いペースで、まあ相手の選手もまあまあなスピードで最初は来たと思うんですけれども、中盤から終盤もう最後のフィニッシュ完璧だと思います。レースの展開どうでしたでしょうか？いや、そうですね、まあ最初スタートした時に、まあスピードという競技の特徴からですね、まあ手札がわからないっていうような状況だったんで、まあスタートしてみてから作戦立てようと思ってたんですけれども、まあ最初は冷静に進めることができて、まあ自分の手札も確認しながら、進めることができたんですけれども、まあちょっと相手選手もですね、まあリアクションがちょっと薄かったというか、まあモーションがすごい、ゆっくりだったので、見極めながらですね、進めてたんですけれども、まあ後半の名護選手大丈夫でしょうか？はい、あ、すみません、ちょっと嬉しくてそうですね、後半のまあ道筋が立てられたところからですね、まあ怒涛の、まあラストスパートというか、まあ終盤にかけてはすごいスピードで、進めることができたので、まあこれは次戦につながる自信にはなりましたね。はい、本当に素晴らしいレース、おめでとうございました。終盤、とても強い長尾選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも頑張ります。